となくてもですね、このぐらい。おお、めっちゃかかってる。やべえ。このかけたらなくてもですね、このぐらい。おお、めっちゃかかってる。やべえ。ああ、やべえ。めっちゃ切れてる。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすみです。今回はですね、ぐっちーさんと一緒にループドライブめちゃくちゃかけるっていうのをせっかくなんでやっていこうかなと思います。で、なんやかんや言って僕の考えなんですけど、まあ、自分から先手取って攻撃したい時、なんやかんやでこうもう本当に緊張するとこ、もうセットオール9オールとかセットオール10とかでドーンって打てないんですよ。ドーンって打てない。だからもう最終的に信頼すべきはループを思いっきりかけて先手取ってちょっとブロック浮いたやつを頑張って打つみたいな。でもそのパターンが一番多いのかなっていう。でやっぱりそれがちゃんとできてる人ってこう大会とかでも安定してこうトーナメントで毎回勝ち進んでいくようなイメージがあるので、今回はもうループのスペシャリストをね、ぐっちーさんに思いっきりかけるを教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今回はまだもう基礎のところをちょっと一旦すっ飛ばして、うん、もう質を上げていく、うん、強い回転とか、うん、安定して入って強い回転かかるようにするっていうところで、まあ、やっていきたいなと思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何やかんやね、僕粘着使ってるんですけど、あ、そうですね、粘着どっちかっていうとすごいかかったループとかあんま得意じゃなくて、ああ、やすはもうね、なんかパワーっていうか圧倒的、もともとね、はい、逆に羨ましいけどね、こっちがしたら。でもなんかそれを今覚えたいというか、ああ、そう、ちょっとベテランになってきてね、渋く動かないでベテラン。そっかそっか、だからね、どん行きづらくなってもういけないです。ちょびちょびね、そっかそっか、なるほど、わかりました。はい、お願いします。じゃあお願いします。じゃあですね、じゃあもう回転めっちゃかけるポイントなんですけど、ポイントはラケットはもう必ずって言っていいほど下にこう行かなくちゃいけないですよ。下に引く。そう、これが下にこうやって台の下にどれだけちゃんと下までいけるかっていう、真下の意識でいいですか？そうですね、真下の意識ですね。もうほんとかけるときは真下に落として、これがちょっとの下ぐらいだとループかかんないですよ。ああ、なるほどなるほど。大きくしかも真下に、そう、グッて押して落とす。一気に体も一緒に落とすんですよ。体も沈ませて、手じゃないんですね。あ、そうじゃないですね。そうそうそう。手でやっちゃうと回転がかかんない。手が弱いんで、膝とかあと股関節も両方で股関節のあたりをもう落としてもらう。じゃあもうぐっちーさん見てると体が結構傾いてる。もうかなり正面でドライバーってしてないですよ。もうこうやって。じゃあもう傾いてもいいから体ごとうんってもう真下に落としてあげるような意識ですね。それでやるとめっちゃかかる。はいはい。やってみます？ちょっとだけ。ちょそうだから台下、多分やすはね結構多分ねやっぱ速い球出してるんで、だけどまあちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ちょっとまあこういう感じ飛んでる感じ、まあ確かにルーパーも得意じゃないですか。やすも多分下から上ってスイングがあんまり、うん、そうだね、いつもこっちなんだろう、斜め上に振っている感じじゃないですか。こういう感じ、ちょっとこの辺について、あ、オッケーか、見えるか、そしたら真下こうか、あ、そう、やばっ、めっちゃかかるでしょ。ただスイング自体は多分やすのが速いからちゃんと身につけたら多分やばいよ、今みたいな。力はやすのがあるからね。今までのループって僕どっちかっていうとタッチでこういうかけ方をしてた。あのね、それね、そのループも大事です。それ低くっていうか速く低めのループとかいうのも大事なんですけど、それよりももっとその回転で遅くかけるのがあると取りづらい。最近感動した。僕ね、高い球をそもそも出せない。ああ、そう、確かにそうですね。さっき結構こう、そうそうそう、突き刺さるような球が。いや、あんな高いループ出たの多分人生初めてです。ちょっともう一回でいいですか？下から上に、あ、そう。あ、めっちゃいい。それ、だから今までのやすの球とはもう真逆みたい、真逆っていうか、全然違う性質だから。だから混ぜたら多分ある意味私よりも多分いいと思う。確かに一発ドンがあるじゃん、いつも。今までの、そう、今までのとかあとはなんか余裕あった時になんかドンとドンとかあるじゃん。そういうのとやっていいのあるなって、まっすぐつけてなんか苦しくつつけ切れて、苦しい時にそう、ああ、そうでラケットを真下からそう上げてもらうと、これがね、いやらしい。できちゃいました。できちゃった。うん。開けと、真下から、そう、上げてもらう。うん。あとは面白いのが、面白いっていうか、もっとかかるのが、はい、ボールを結構ね、なんか本当にいいループが入るときは、はい、結構ボールと同じぐらいの目線ぐらいまで、こういう見方でやるとめっちゃかかる。はいはいはい、じゃあ、もう上から見下ろすんじゃなくて、もう目線合わせて、とにかく体を沈める。このぐらいか、このぐらいまで入ってるとめっちゃいいループ入る。はいはいはい。これ多分なんですけど、初級者とか中学生の方でできてない人がすごく。ああ、そうだね。ドラムたちやっぱこう、そうですね。こういうスイングでいってる。だから目線をこうやって見てる気がする。そうそう。上から。そうそう。上からこう。自分もどっちかというと上から見る方なんです。まあ朝でもね、力があるから。はいはい。まあ入ってた。ドンって打って入っちゃうんだけど。大体の人は力ないから、上からつつき打ち打ちってやっぱ落ちちゃう。やっぱこう、こういう意味です。得点者ってうまい選手はやっぱグループではこういう感じで、こういう姿勢で、こうじゃないの、下からなんですね。なので下からギューってかけるような感じでこすり上げる感じでやるといいドライブが。あともう一個、あとね、いいループかけるにはサーブを切るっていうのは横回転とかじゃなくて、下回転、真下をちょっと強めにかけると、そうするとね、ちょうどちょっと切れたつつきがくるんで、これをループするのが一番かかる。ナックルサーブをつつきくるじゃないですか。それをループすると難しいじゃないですか。難しい、なんか飛んでいっちゃうじゃん。あ、それはやっぱ難しいんで、相手のつつきがちょっと切れてるときが一番理想のループ展開。むしろまあ普通に切れてても、それをループするのが一番効くんで、効くっていうか、まあかかるし入るしっていう感じなんで、なので、まあサーブやっぱ下回転を切ってからやる。ある程度切って相手も切ってもらって、私切ってもらって、つつきだけにレシーブを絞らせて。思いっきりチョリする、自分は何よりぐらいだからループチョリしたいから、それちょっとやる。うん、お、そう、あ、そうそうそう、これが一番やばい、これが一番、これが一番切れる。あ、これや、あ、これや、多分自分で切れてる。回した目線合わせ、もうその勢いで上にガンっていく、そういう感じです。あとは上半身と下半身をタイミングを合わせる。ああ、どういう意識でタイミングを合わせるんですか？ここまでいけるけど、なんか手が目にこうやって最後手でこうやっちゃうんじゃなくて、足が溜めてて、もうボールが来てたところでため切ったところで、もうギリギリのところで上がる足が上がるんで、そのタイミングに腕一緒に下から上でも足で合わせるような。そうだね、足やろ、勝手に手も上に行くけど、沈んでも手で合わせに行くと手打ちになっちゃう。手だとダメだね。手で合わせに行ってる人は確かにかかってないかも。なるほど、それは自分今でも今引き出した。確かにそうだ。なのでやっぱそう、足でしっかり真下に落として、でこれできるだけで一番いいタイミングで足でとりあえずビヨンと落としに行く。足行けば、それは手がちょっと気持ちなんかちょっと当たりが悪くなってもちゃんとループになる。タイミングがあったらまたさらにスピンもでも、そのタイミングでこうインパクトの力を爆発させるというか、落ちすり方面に。結構これが大事ですね。そう、もう体をこう沈ませるの。なんか目線を通しても肩が平行だと後ろに回っちゃう気がするんで、肩をこうどんだけやじろべみたいに落とせるかみたいな。だいぶ落として、目もこうで足も全部ここにねやると、もう全部入っちゃう。全部体も全部軸も全部こう下斜めっていうか、なんか目の意識だけだと僕多分後ろに回っちゃいます。ああ、なるほど。だからじゃあ傾け、そう傾けて、ああめっちゃかかった。あれだ、めっちゃ切れてる。ああやべえ、めっちゃ切れてる、ああやべえ、めっちゃ切れてる。過去一、人生一ループが出てる。いや確かに今までのやつの中で多分一番ドライブがかかっている。そうですよね。まあこのドライブの時に、最初からやっぱ力入っちゃうとぶつかっちゃうんですよ。やっぱループなんで擦れなくちゃいけないんで、力ずっと入れちゃうとこうぶつかっちゃうんで、下から上に上げる時にやっぱ当たる瞬間にクッとこう力を入れるような。力抜いといて、こうなんだろう、下に落として、ここはまだ抜けてるんです。抜けてる、そう、ここはね、力入ってるように見えるんですけど、こう溜めてるからだけど、ここ自体はそんなに力んでないんですよ。でも本当当たる瞬間にクッて握る。そう、握ってで瞬間的にこう早くクッ、まあ擦るなんでやっぱここを早くして、その手で擦るっていうのを出して、あとパワーを出すのは足とか、あ、そうそう、足で運ぶみたいな。この当たる瞬間だけクッてやる感じかな。ちょっとお手本お願いしていいですか。お手本。はい、もう一回です。当たる瞬間にクッ。まあゴリがかかる。力がなくてもですね、このぐらい。おお、めっちゃかかってる。やべえ。この。当たる瞬間に擦れるか、かぶせたりとか、まあ当てこすったりとか、まあなんかいろいろありますけど、まあこういうのはいらない。じゃあもう縦にそのグッてこうシンプルに瞬間で擦る超ループということに関してはこれがいいかなと思います。はい、ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画、卓球が楽しくなる動画、たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。